港務隊とは、海上自衛隊基地等における、港湾運用、支援、港湾、水路防衛を担当する部隊である。町は、港務隊長、各地方隊の警備隊に置かれている。主たる任務としては、港湾施設の運用、感染の病地の指定、感染に対する便宜供与、支援船の管理及び、運用、港湾及び、水路の安全確保を行う。 その実務は多岐にわたり、最も基本的な引き船による、出入港支援から、港湾設備の保守管理まで、手広く言っており、支援船を多数保有する。また、各支援船の船長、機関長は、幹部だけでなく階層が指定される場合も多い。これらの配置につくものは、運航、機関の会議資格保持者である。なお、地方体のある、 主要5基地以外の小規模基地や航空基地、十科学校に配備されている支援船は港務隊ではなく当該部隊が運用している。栄船水船重油船軽出油船廃油船運河船、運河船交通船交通船,交通船作業船機動船、天馬船特別機動船。警備隊の編成に関する訓令、マモア2014年3月号、不装者2014年3月。 A C B ールエヒム 7W1I ありがとうございます。